皆様こんにちは。いつも私どもの動画をご覧くださいまして誠にありがとうございます。私ども茶道教室よしあんでは常にお茶会を想定したお稽古を行っております。本日はお茶会でも通用する控え室の作法をお送りいたします。よろしくお願いいたします。こちらが本日の私の荷物になります。生徒様にはお越しいただきましたときにビニール袋をご持参いただいて、お履物をビニール袋に入れていただいております。場合によってはこのようなお買い物袋もあると便利かと思います。こちらに先ほどのビニール袋に包んだお履物からマフラーなど、私は本日はコートも入れてしまいます。このように一つにまとめます。そして貴重品類は小物入れに入れて、こちらはお茶室に持ち出します。鍵ですとか携帯ですとか、あとハンカチ、お財布、スイカなども入れてもらいます。こちらはお教室の方に持って行っていただきます。機械室に置いていただく大きな荷物は風呂敷にまとめていただいて、自分のお荷物がどこからどこまでかっていうのを一つにまとめていただいております。一つにまとめて控え室に置いていただき、貴重品類を持ってお茶室にお入りいただきます。これからお月謝の先生のお渡しの仕方を説明いたします。襖を開けましたらここでお辞儀、そしてお月謝袋は私どもは何人かまとめて代表の方に提出していただきますため、懐には入れず畳の上に置いておきます。入室するときはお扇子から入室です。お扇子中頃を持ちまして向こう側、そしてお月謝も向こう側、ご自身が上がって、お扇子持ちまして向こう側、お月謝も向こう側、ご自身が上がって、お扇子持ちまして向こう側、お月謝も向こう側、ご自身が上がります。炉の季節の場合には襖を閉めます。お月謝袋はそのまま、そしてお扇子が向こう、ご自身も向こう、何度かに分けてぐるりと茶道口正面に向き直ります。センスが向こう側、ご自身もおセンス、ご自身踏み込み畳と客畳の敷き合わせのところまで、右手でおセンスを持ちまして小指と薬指で握りしめ、三本指でお月謝を取り、背筋を伸ばし右足から立ち上がります。左足をギリギリ右足で入ります。静かにご鐘楼しましたら、右膝から出ない位置にお月謝、その隣にお扇子、そして居前を整えます。お扇子膝前に置きましたら、ここで先生にご挨拶です。よろしくお願いいたします。
その上でお扇子を持ち、小指と薬指で握り込んで、3本指でお月謝持ちます。右足から立ち上がり、右足で畳のひれを越えて先生の前に座ります。やはりお月謝は右膝頭から出ない位置に、そしてここでお扇子を広げます。しっかりと広げて膝前正面、両手でお月謝持ちましたら、そのお扇子の中央、右真ん中、左真ん中、お扇子を持ちます。右が向こう、左手は要、90度回して、右向こう、左手が手前、90度回して、右真ん中、左真ん中、畳のへりに触れないところに、お月謝、平行に置きます。両手両膝をしっかりと追い、左、右と下がり、お手をじぎです。よろしくお願いいたします。先生によってお扇子が戻されるまで、お辞儀は続けておきます。先生によってお扇子を戻されました。背筋を伸ばし、右手でお扇子を取り、左足から立ち上がります。私、お正客だとします。そうしましたら、お辞客さんにお尻を見せないように、左足がぐるりと回って、右足すれすれ、左足から入室。やはりお辞客さんにお尻を見せないようにして、向きを変えて、お扇子を置いて、他の方のお稽古のお辞儀を待ちます。次に私がお辞客以降の場合、右手でお扇子を取り、背筋を伸ばし、左足から立ち上がります。そうしましたら、右足をぐるりと半円描くようにして、右がギリギリ、左足で入り、お正客さんにお尻を見せないようにして、向きを変えて静かに腰を下ろします。お扇子を敷きましたら、見舞いを整え、ご挨拶を待ちます。